サンドバッグを相手に練習する、キックボクサーメディアを再生するガスケラーサンドバッグとは、一般的に打撃を技の中心として行う格闘技や、肉体的な接触が多い一部の球技の練習で、使用する布地等の中に比較的柔らかい素材を詰めて、中にぶら下げて使用するダミーの標的である。和製英語であり、英語圏では、パンチングバッグという、英語圏でのサンドバッグは土納を意味する。 鎖、チェーンやロープなどで空中に吊るして、打撃やタックルなどの技を実際に当てることで打撃技を当てる感覚と、その際に使用する筋力を養い、相手に接触する部位の部分。総合格闘技などの練習では床に寝かせた状態で、打撃技の練習に使用することもある。またラグビーなどの球技では一人または、複数人で抱えた状態にタックルなどをする。 フロアとシーリングバッグとスピードバッグサイズは大きさ、重さともに遊び感覚で使用できる数キログラム程度のものから100キログラムを超す巨大なものまで様々である。円柱上で上下に長いものが一般的だがパンチをリズミカルに打つ練習をするための小型で軽量のサンドバッグであるスピードバッグなど特定の技の練習目的のために形状を変えたものや人型なども存在する。 中に詰められる内容物もサンドバッグとは故障されているが実際には砂以外のものが使用されていることが多い。1920年代にボクシングが日本に伝わってきた際、当時の練習生が何を詰めてよいかわからず砂を詰めて練習していた名残で、現在もサンドバッグという名称のみが残っている。また変わったところでは中に水、液体を入れたものも存在する。 詰められる内容物によって重量、硬さを調整している。格闘技の練習としてではなく、床に置いてデッドリフトのように持ち上げる、担いでスクワットをするためのサンドバッグもある。通常のサンドバッグと違い、高い耐久性が必要ないので安価で重量可変タイプが多い。中には水、砂、小石を詰めるケースが多い。また、名称通りに中に砂を入れる。 砂袋が存在する。これは、サンドバッグとは異なり、拳やすね、足の甲を鍛える目的で使用される。住宅環境、住宅事情が日本より比較的良いとされる。欧米諸国では、一般家庭でもエクササイズ用やストレス発散用などとして、サンドバッグを所有している家庭を目にすることが多い。設置に関しては、比較的丈夫な構造を持った。 ガレージなどの建物内に吊るす。個人使用向けの組み立て式のスタンドなども存在するが、鉄骨のサンドバッグ専用骨組みを施行した上で、吊るすのが最も望ましい。ボクシングジムなどでは専用の鉄骨のサンドバッグ、喧嘩台を施行していることが多い。移動式のレールを持つ喧嘩台など使用は様々。欧米諸国では格闘技以外の一般的な、 スポーツジムでも設置されていることが多いのに対し、日本では一般的なスポーツジムに設置されていることは少ない。格闘技の試合、練習試合、喧嘩などで一方的に攻撃を受けてしまう状態をサンドバッグと呼称する場合がある。ありがとうございます。